どうもはじめまして、革靴ジャーナリストの楠見と申します。今回はですね、バーウィックの靴を3足お借りすることができまして、その靴のご紹介とか、あとまあブランドの話とかですね、いろいろと交えてご紹介していきたいと思います。で、バーウィックって非常に良心的な価格で靴を提供してくださっているブランドなんですね。なので以前他の動画でエントリーブランド、初めて革靴買われる方にとってはおすすめですよっていうブランドの一つにご紹介させていただいたブランドなんですけれども、でなんでその価格で靴を実現できるのとか、そういったところも含めてですね、いろいろとご紹介できればと思いますので、よければ参考にしてみてください。で、まずバーウィックっていうブランドについてなんですけれども、バーウィックはスペインのブランドで、スペインのアルマンサっていう街で1991年に創業したブランドになります。なので比較的新しいブランドかなと思いますけれども、その新しいがゆえできることっていうのもあって、例えば設備が新しくて整ってるとか、最新の機械を導入して靴を作れるとかっていうところですね。なので、そういった生産体制とか、効率的に靴を作るというような設備が整っているというのがまず一つあります。で、靴も、末期製法の靴もあるんですけれども、こういったグッドイヤーベルテッド製法の靴が多くてですね、グッドイヤーベルテッド製法っていうのは、今回ちょっと詳しくご紹介はしませんけれども、そこの交換ができて耐久性に優れた、靴ですね、長く履ける靴の一つです。で、アッパーもですね、ヨーロッパで有名なアノネとかデュプイっていうタンナーの革を使っている、高級素材ですね、使われているので、他のブランドと同じ素材、同じ製法で作っているにもかかわらず、それが、かなりこう良心的な価格であるというところが、一つ魅力かなと思います。で、コストパフォーマンスに優れている理由っていうのをもうちょっと掘り下げてご説明していきたいんですけれども、まずですね、バーウィックはその生産体制とかコストマネジメントっていうところにすごくこう注力をされているブランドなんですね。さっきその最新の機械がどうとかって話しましたけれども、それも一緒で。で、例えばですね、バーウィックって底材の加工ができるんですね。自社でできるんですよ。で、常連粘波波っていうその耐久性に優れた素材、底材ですね、の加工を自社でできる権利を持ってるんですって。なので、そういったさっきのアノネとかデュプイとか、常連デマッハも含めてですけど、そういった高級素材を仕入れて、それを自社で加工するっていうところで、非常にこう、コストマネジメントされているというのがまず一つですね。で、あと、素材を無駄にしないとか、そういったところは多分、当然なんでしょうけど、そういったところにすごくこう注力されていると。っていうところがあるので、非常に良心的なお値段で靴を、提供できるっていうわけなんですね。で、あと、バーウィックの特徴としてはですね、デザインの種類がすごく多いっていうところです。170種類以上デザイン作ってるっていうふうに聞いてますけれども、すべてのデザインをね、日本で取り扱ってるってことはないと思いますが、非常に多いというところがまず一つですね。で、そのデザインの多さとコスパって我々消費者にとってはそんなに関係がないところだったりするんですけれども、生産する側としてはですね、やっぱりそのデザインが多いことによって素材の管理とか、あと生産管理、品質管理とかですね、あとは例えばその靴のデザインのこのパーツの型紙とか、そういった管理も必要だったりしますし、作る側にとってはいろいろコストがかかるわけなんですね。で、それを生産体制を整えることによってそういうコストがかかるところを抑えて靴を作られているということなんですね。で、もう一つ、靴のサイズもすごい豊富で、4から12までサイズ作ってるんですね。4はバーウィックサイズで言うと23センチ。で、12は31センチなので、すごく幅広いサイズレンジで作っているということなんですね。で、さっきの話、デザインも多くてサイズも多くてってなると、やっぱ在庫も抱えなきゃいけないし、その辺もやっぱコストになるわけで、そういったところをすごく、管理とか徹底されて作られているということになります。で、もう一つ、木型もすごい多いブランドで、100種類以上木型あるっていうふうに聞いてます。で、これも日本で取り扱ってるのは多分40種類ぐらいだろうっていうことなんですけれども、非常に種類が多いということなんですね。デザインも多くて、サイズも多くて木型も多いっていうことなんですけれども、やっぱ我々としては木型の種類が多いと、やっぱり足に合うサイズ、足に合う靴っていうのを見つけやすくなるので、すごくメリットであるということなんですよね。はい。で、もう一つバーウィックの強みとしては、木型を日本から、本国に依頼をして、バーウィックジャパンから本国に依頼をして、日本人向けの木型を作れるっていうところがあります。で、バーウィックヨーロッパのブランドなので、ヨーロッパ向けに、作られている木型ももちろんあるんですけれども、日本人向け、日本人って甲が高くて幅が広くて、あとかかと小さいみたいな足の方が多かったりするので、最近の若い方ね、割と細身で薄い方も多いんですけれども、そういうその日本人の足向けに木型を作れるというところが強みの一つですかね。で、日本人向けの木型にミレニアルラストっていうのがあって、それはですね、先ほど申し上げた通り、甲が高くて幅が広くてかかとが小さいっていう、ものに
なります。で、僕はサイズ4で履かせていただいたんですけど、ジャストサイズで履けました。まあ、甲の高さがちょっとあるので、まあ、そこがちょっと余るかなという感じはしましたけど、サイズ的にも結構バッチリで履けたかなっていう感じですね。で、あと補足で言わせていただくと、915っていうマヨルカラストってのもあるんですね。で、マヨルカラストってのはかなり細身の木型で作られています。サイズが5からしかないので、僕はジャストサイズで履けなかったんですけれども、まあ、それでも細身だなっていうのが分かるフィット感で履ける木型でしたっていうのもあります。はい、ちょっとかなり前置き長くなってしまったんですが、この靴のご紹介をですねしていきたいと思います。で、お借りした靴はですね、こちらの3つになります。タステルローファーと外張りの U チップとコインローファーですね。で、これがバーウィックの中でも売れ筋の3つであるというふうに伺ってます。で、まずこれ、タステルローファー4340っていうモデルで、8っていう木型が使われています。で、8っていうのは結構バーウィックの中でも代表的な木型の一つなんですけれども、こんな丸みになって可愛らしいローファーですね。で、タッセルローファーって申し上げましたけど、このタッセルのサイドのこのこれ装飾が編み紐になってるっていうところがすごく可愛らしい、この靴の一番の特徴かなと思います。これバーウィックの中でも非常に売れ筋の、モデルになってます。で、僕もこれ以前持ってたんですけれども、サイズがでかくて売っちゃったんですが、そこがダイナイトソールなんですよね。なので結構ガシガシ履いても、それに耐えうる、靴かなと思います。はい。非常に可愛らしいですね。はい。が4340でした。で、次はですね、外張りの U チップ。やっぱ今こういうね、カジュアルな靴売れてるんでしょうね。これ、ビブラムのソールがすごい軽くて、めちゃめちゃ軽いんですけれども、まあ、こういったダークブラウンの外張りの U チップになります。で、これ、このウェルトの部分がですね、ノルウィージャン製法になっているので、このウェルトが立ち上がってて、そこを太い糸でこうブチブチ縫っているような感じなんですね。なので結構重厚感があってボリューム感があって、まあ、それが特徴かなと思います。すごい可愛らしいですね。で、これサイズ4なので、僕この間丸の内店で履かせていただいた、ミレニアルラストがサイズ4だったので、ちょっとこれ後で履かせていただきたいと思いますね。はい、次はですね、こちらのコインローファーになりますけれども、これは4456っていうモデルで、これもさっきの U チップと同じ217っていう木型が使われています。これも本当にオーソドックスな、クラシックな、まあ、フレンチタイプのローファーっていう感じですね。ここのモカシン縫いのところが薄く透かれていて、こう縫い合わされているというような感じになります。まあ、すごく無駄なところがなくて、端正というか綺麗な感じですよね。はい。で、ダブルソールなので、ちょっとこうそこに重厚感ありますけれども、これもさっきのローファーと同じようにカジュアルで履いていただくにはもうすごく便利な一足かなという感じですね。これが4ですね。217の4ですけれども、以前丸の内店で履かせてもらったミレニアルラストが4だったので、これもちょうどいいかなと思ったんですが、これはちょっときつめかもしれないですね。ステッスンがないな。好きなフィット感ではありますけど、きつめが好きなので、このラストならもしかしてハーフサイズ上げてもいいかもしれない。 23.5 センチの足ですけど、4ハーフでもいいかもしれないなという感じがしますね。ちょっとこの小指の外側が圧迫される感じと、ステスンのなさと、あ、でもこの辺は割と好みだな。うん、いいですね。あ、そうですね、ボールジョイントもちょっと当たるかな。はい、ハーフサイズ上げたい感じがあります。でも可愛いですね。うん。で、もう一つ、このタッセルローファーが4ハーフなので、こっちを履いてみたいと思いますね。ああ、はいはいはい、なるほど。うん、これは4ハーフで結構この、履き口周りはジャストかなという感じです。ちょっと沈んだり馴染んだりすると緩くなるかもしれないが、
きつめが好きなので、僕はもう一個攻めてもいいかなという気はしますけど、まあ、そうではない方はですね、4ハーフ、23.5 なしに4ハーフは、割とちょうどいいかなと思います。ちょうどいいというか、もうこれがジャストサイズかなという感じですね。こんな感じです。これも可愛いですよね。すごく可愛い。はい、そんな感じでございました。バービックはですね、そのアクセスの良さっていうところも一つ大きな魅力かなと思います。百貨店にも売られてるし、あとセレクトショップとかにも売られてますし、オンラインショップでも売られてるし、あとは直営店もありますね。丸の内と大阪に今あって。で、3月24日からですね、ZOZO タウンでも取り扱いが始まるっていうことらしいので、まあ、販路拡大に今すごく力を入れられているブランドかなという印象です。で、まあ、中でもですね、直営店の売り上げが一番でかいらしくて、まあ、職員店ってやっぱ点数、商品点数も多いですし、正しい知識でこう接客をしていただけるっていうのもあるので、まあ、その辺も大きな魅力かなと、メリットかなと思います。なので、まあ、気になった方はですね、アクセスできる方は、大阪店、丸の内の直営店に行っていただくといいかなと思います。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。よかったら他の動画もご覧になってみてください。ありがとうございました。